で次のバッター宮崎、はい、逆転サヨナラホームラン、うん、すごいんじゃない6対5。すごいですね、急にも逆転、うん、すごいでしょ。こんなの、 あの史上初で、3本連続のホームランでサヨナラ勝ちするのは、うん、今までのプロ野球で初めて。もう震えた。で昨日も5対1だったわけでも、はい、自分はもう諦めなかったわけ。テレビも消すことないよ、もちろん最後まで、最後まで。そしたら昨日の試合も、はい、なんと、はい、9回裏ロペスが同点ホームラン5対1で負けたんだよ、はい、それが徐々に積み重ねていって、でも9回裏2アウト、あとワンアウトでも負け、はい、っていう時にロペスがホームラン同点、おとといに引き続き。だからロペスに抱かれてもいいって言ってるさ、ロペスに抱かれてもいい、だからいいし、全然ロペスがいいって言うんだったら、はい、抱かれるぐらい、本当に大好き、もう大好きだね。あれはまた巨人クビになって横浜が取ったんだよ、すごいわけよ。そしたら次延長、同点になって延長になって、はい、延長の10回裏、戸柱がフォアボールで出て一塁にいる。でそれまで全然打ってなかった梶谷っていう選手が、うん、右中間を破るので、戸柱が足はそんなに速くないんだけど、激走してホームにヘッドストライディングでセーブ、サヨナラ勝ち。今多分聞いてる野球中継みたいになってますね横浜 DeNA 好きでしょうか。好きでしょう、ね、皆さんどんどん集まってきてますけど、あの方とか青いほらなんかサンダルでしょ、はい、あの青い靴でしょ、はい、で青いジーパンでしょ青い帽子の子もいる、で青い T シャツでしょ、ほら青いボーダーでしょ、うん、ほら多分みんな青着てるのは大体横浜 DeNA、 そうそう、自分も青だしね、青に近いしね、あ、はい、うん、はい、靴も青ないしね、いや、パンツがそう、私青です、はい、あ、でコメントも来ております、はい、シュプリームさんから、阪神はなりふり構わず優勝を狙うと宣言したし、巨人高橋監督は3位ベイスターズの背中が見えて CS 進出に自信を見せているし踏ん張ってほしいですね、うん、そしてそういえばハマスタ周辺に沖縄料理店が多いことに気づきました。はい、そうなんですよ、横浜多いんですよ、神奈川は、結構川崎とかもそうなんだけど、はい、沖縄県人会とか結構盛んでですよね、うん、やってますよね。神奈川は美味しい料理店もあるんですけど、びっくりするのもあったよ。10年ぐらい前に、はい、館内の中で、赤瓦があって、ちょっと店名は言えないんだけど、はい、赤瓦があって、まあ、沖縄料理でオリオンビールの提灯があるわけよ、横浜よ、はい、でそこに、ああじゃあ沖縄の人っておかしいよね、どこに行っても沖縄料理店探してしまうわけです。あ、まあ、わかりますね、そこに行ったらそこの美味しいの食べればいいのに、青森探したりするわけよ、なんで沖縄料理とかわざわざ沖縄料理屋行くかなって思うんだけど、行ってしまうわけよ、で行ったら確かにね、沖縄の子らしい女の子が出てくるわけ、店員が、はい、顔が濃いのがめちゃくちゃ濃いわけよ。そしたらフィリピンの子だわけよ。あ、似てますね、なんか、うん、で沖縄の子って、私フィリピンですって、フィリピンから来るんだ、で、あ、じゃあここで働いてるんだね、でメニュー見たらびっくりするね、沖縄料理じゃないあれ、何ですか、ダチョウのステーキとかワニのなんとか肉のソテーとか沖縄料理メニューってなってるわけよ。まあ、うちの沖縄にダチョウは野生でいないし、ワニもいないし、ましてや料理じゃないし。で、まあ、言ったんだけども、まあ、これ沖縄料理じゃないよねって言っても、いや、沖縄の料理っては一言も言ってませんよ。でも、普通にメニュー載せたら、これ沖縄料理みたいに思われるから、あれじゃないって、別に、もう、あなたに言われる筋合いはないよって言われて。この方はもう全然沖縄には由来か関係なくて、ゴーヤーチャンプルーも注文したんだけど、全然ゴーヤーチャンプルーじゃない。ゴーヤーの豆腐炒め。ゴーヤーの豆腐炒め、うん、あれをゴーヤーチャンプルーと言っていた。今はないよ、この店。ないでしょうね、はい、で、沖縄の方じゃなかったんですか。じゃなかった、じゃなかった。一人もいなかった。な、沖縄ブームに乗っかって、なんか店オープンしたんじゃないかな。あ、それまたメールが来ております。さきこさん、会長さん、ゲストさん、こんにちは。久々、おっさんランドリーです。今日はトロピカラですか。会長、水着ギャルいますか。もうここ来たらいいよ。臭いますね。すごいよ。しかも最近の人はね、もう、ね、スイープが良くて、うん、ボインボインばっかりですね。そして、ベイスターズ、最近また良くなってますね、うん。なんか楽天より最近気になってますよ。はい、では最後まで聞いてますよ、千葉リオ。はい、ベイスターズがね、
CS に進出すると必ず、まあ、僕らはまたその応援に行くので、はい、うん、また皆さんと、ね、ベイスターズファンを募っていきたいですけどね、ぜひ、横浜スタジアムでやりたい。そのためには2位にならんといけない、はい、3位じゃ困る。だから、すいません、ジャイアンツファン、ヤクルトファン、中日ファンには悪いけども、僕は、4位、5位、6位は見ていないよ。2位、阪神も抜く。1位ではないんですか？1位はよ、諦めた。だって広島と11ゲーム離れてる、あと30数ゲームしかないのに11ゲーム離れてる、ありえない。これ逆転できない。できない、無理無理無理。でも野球には必ずはないと言ってました。ああ、だな、そうだな、まあ、あ、そうだよ、もしかしたらできるかもしれない、はい、広島が全部負けてくれたらどうにかなるはずよ。でも2位でもね、うん、俺は2位でいいよ、はい、1位より2位がいいよ、うん、試合を多くできるから、試合を多く楽しめるから、1位は2位と3位がやる試合を見とくわけ、その分ゲーム楽しめないじゃない、はい、2位がいい、うん、一番多く試合ができるのは2位、2位と3位、しかも2位は地元でできるから。よし、今日時間がないぞ。次、ディープ行くか。ディープ行きますか。じゃあ、ディープの相談に行きたいと思います。お願いします。すいません、はい、ということで、あつこの知りたい大人の世界始まりました。はい、はい、と、そ、今、この、これからよ、このゲストさんが生きるのは。はい、うん、皆さんですよ、このトロピカルビーチにいる皆さんは大人の方も結構ね、いらっしゃいますから、うん、この時間はもう大人の時間でしょう、これからサンセットは。そうですね、今ね、この日焼けも気にしないでいいしね、バーベキューしてる方もいますし、うん、ここでね、うん、あと20日ぐらいかな、9月の16、17、安室奈美恵のコンサートがあるわけよ。あるわけよ、はい、なんと2万5000人かける2、5万人、そのうちの4万人は県外、この多目的広場でやって、もちろんここも全て皆さん、その関係者ばっかりになるだろうね。この出島、前から見える出島から花火も上がるし、まあ、チケットはもうソールドアウトしてるんでね、あれも本当のダイヤモンドチケットって言われてもいいぐらい、なかなか手に入るチケットじゃないんだけど、この周辺に来たら音ぐらいは聞こえるんですよ。あ、そう、うん、多分ね、ただ周辺に迷惑にならないように、ね、国道に出るとか、他の人の家に用事登るとか、そういうのはやめていただいて、ただこの公園、周辺、はい、ね、体育館周辺とかで行くとおそらく聞こえるよ、うん、いいと思うよ、花火も見えて、その後は響きに行くわけよ。そうですね、今日ここでビーチパーティーしてる方たちもですね、はい、終わったらすぐね、またライブ楽しんで響きに、うんうん、うん、ああ、はい、いいですよ、そうですね、こっちから近いですしね。ただね、限定、限定300名だったっけ、入れるのそうですね、はい、ちょっと桁が大きいんですけど、うん、30数名ぐらい入れる入れますね、30数名ぐらいなので、はい、うん、一気にいっぱいして、だから行っても入れない可能性があるので、電話番号、はい、電話番号、はい、私が言っていいですか、うん、はい、お願いします。はい、090当たってる、090-8294-8513、 090-8294-8513ですね。これネットで響さんって言ったら出てきます。はい、出てきます。天間響き、天間響きですね、はい、皆さん携帯まず電話してもらって来て、で毎日ライブやってるわけではないので、毎日ではないですね、うん、でその辺もスケジュールとかの問い合わせてもらったらいいと思う、うん、はい、これ飛び込みもありなんですか。あ、ありです。機材はね、全て揃ってる。はい、ただ、ギターはあるんですけど、他のエレキとかピアノとかそういうのがないんで、持ち込みになりますね。ドラムは、はい、あれもドラムはあります、セットされてます。うーん、あとは度胸だけだな、ステージに立つ度胸だけ。はい、ピーク歌ってみるか今度。いいですか。とりあえずはステージで、はい、カラオケを、あ、はい、ステージでカラオケいいね。いいですね。カラオケもあるんですか。音響バッチリなんで全然違います。おそらくね、ステージでスターになった気分で FM ギノワン の、はい、録音質並みの良さでは多分、とにかくもうとにかく最近ね変えたんですよ。えデジタルから
アナログからデジタルへ変えたんですよ。でちょっと難しいんですけど、私はできないんですね本当に。あのミュージシャンが入った時は担当のミキサー社の方を呼んで、ミキサー社って今ポンコリ入れるやつね。いや、あのそう方を呼んで、プロの方を呼んでやっていただいてるんですね。なるほど。だから、はい、あの環境でそういった専門の方が来るとやっぱり最強で、あの逆に言うとあの狭さ、三十数名の狭さが余計にライブ感があっていいんだよ。いいですね。テリー重田さんっていう方とやったんですか？飛び入りでね、ちょっとやってもらった。あのライブの間、休憩時間みたいな感じで。そう、テリーさんは今度羽衣祭り出ますよ。羽衣祭り出ますね。あのクインテッドで組んで、4人体制編成できますね。そのテリーさんの後に D51 やって、D51 の後に木山商店。へえ、すごいメンバーですね。木山商店すごいですね。すごいですね。で、ただのファンなんだろ。ファンです。だから、ゲストにここを呼ぶという話で、もういつ来るかいつ来るかと私は待ち浴びております。この番組が終了する時ぐらいに呼ぼうか。終了早くないですか？あ、そしてあのコメントも来ております。羽衣祭りに娘がエイサーで出ます。あ、そうですか。 ありがたいですね。そういった市民全体で、ね、盛り上げる祭りなんでぜひ来てください。で、僕ちょっと時間があれなのでここで1曲今おかけしましょうかね、はい、途中ですが、はい、はい、かぐや姫で黄色い船お聴きください。黄色い船。僕は暑い。ごめん、もうあと5分後にちょっとあれがあるんで。はい、お疲れ様です、うん、あとはよろしくお願いします。あとはこっち、トランスタッフをしたりしたもし、トランスタッフ時間があったら、うち観光局によって、もしあれだったら、あの会議になって、そしたら、うちのホームページでも決まってない、ここから、あの、サイン変更したら、サインの次のあ、分かる。カフェの1階にあるから、そうよ。今日まだいい方ですね。ね、今からじゃない、日が入ってくるの。やばいですね、西日が。じゃあ、どんな話しますか？どうしよう。今流れてる曲？はい。のこと、あ、ボイスのあれは？ステイ。ステイも入ってますかね。あ、なかったなかった。なんでさ、そしてあなたの声が聞きたいだった？まあいいや。しょうがないです。じゃあ CM 入って56分までなので。ラジオ初めてですか？初めてです。もう緊張して何を喋っていいのかわからなくて、初めての任されて、やはりもう本当に、はい、じゃあもう一回しよう。これ、ハーバー不動産の CM。ハバーって。足ハバーって言ってもいい。見て、ゲター入ってる人がいる。
ちょっと見て。見て。変なーなー、うん。あれ連れて歩くの恥ずかしい。ちょっと一緒に歩きたくね。あ、じゃあ始まります。はい。ということでお送りしております、アツコの知らない世界。今日はですね、トロピカルビーチからお届けしております。会長はですね、もう帰ったんですけれども、はい、急に帰りましたね、はい、ちょっと不安なんですけど、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということでこれからはですね、ピーコと、はい、ピーコって言うんですけど、はい、はい、よろしくお願いしますと、はい、響きのオーナーさん、はい、金城和美さん、はい、よろしくお願いします。さっきのですね、続きで、ディープの世界何かありますか、ずっと宜野湾ですか。私は出身は那覇なんですよ。あ、はい、宜野湾に来たのが、ですね、15、6年になるかな。はい、16、あ、じゃあそれ響さんはいつからあるんですか。響は、今年2月で3年目を迎えました。あ、じゃあできたばっかりなんですね。そうですね、まだ、はい、ほやほやです。ちなみにこの響さんではどういうアーティストさんがライブをやられたりしているんでしょうか。先ほど流れたと思いますけど、ボイスさん、はい、24時間の神話、うん、歌われてる方ですね、うん、平成の方はご存じない方多いと思うんですけど、すごいヒルドラの主題歌になってた歌らしいんですね、はい、うん、で彼たちは今北海道拠点っていうか、そうやってライブ活動をしてて、テレビには出られないですね、今は。うん、その方たちが、毎年いらっしゃっていただけるんで、毎年響きにライブをしていただいてるんですよ。あ、はい、24時間の神話、はい、うん、私も一回行ってみたいです。あ、どうぞいらしてください。そしてかぐや姫さんも、かぐや姫さんは、うちの毎月第2金曜日、はい、定例で入ってくれているエイジっていうメンバー、うん、親父バンドなんですけど、はい、その方たちがかぐや姫さんを主に歌われてて、いろんなジャンルを歌ってくれるんですけど、はい、はい、もう結構盛り上がってますね。その方たちが入るときはお客さんももう満杯です。あ、そうですね、はい、響さんだと30名ぐらい入る。30、そうですね、30名。あとモアイとか、はいはい、クラス会、プチクラス会とか、そういうのでも使っていただいてるんで、はい、はい、そういう予約もいただけるんで、はい、前もってご連絡いただければちゃんと、はい、お料理もちゃんと作ってお出ししますので、はい、ぜひ皆さん利用していただきたいと思います、はいはい、そしてこのシュプリームさんからコメントが来ています、はい、響のお姉さん、もともと音楽関係の仕事をされていたのですか。いや、ね、私は全然音楽関係ないんですけど、何にも弾けません。なんでこの響さんをオープンしようと思ったんですか。先ほど会長さんが話していたように、はい、実家の、ある方の実家の上でちょっとそういうメンバー、同級生のメンバーおじさんバンドを結成して、そこで週1回練習場としてやってた時に、はい、私はキッチン担当で、そうお料理が大好きなんでキッチン担当で入ってたんですね、はい、うん、その時でももう30名40名ぐらい入ってたんで、それぐらいの大勢な方の料理を作って提供させていただいてました。うん、それがきっかけでやっぱりね、私だけのお店じゃなくってそういうバンドの活用もしようかっていうことで響きを作ったんですよ。いいですね。私はもう料理担当です。はい、音楽にはもう一切できないですね。何も弾けなくって悔しいです。弾けたらよかったのになって今からでも、ね、思いますけどね。
あ、でもカラオケも響きちゃんできるんですね。はい、カラオケもすごいできます。あ、こんにちは。手を振ってるお客さんたちがいらっしゃいます。これ観光客の方とかも、はい、結構来たりしますか。あ、いらっしゃいますね。あの、ベイスターズだったのかな、選手の方もいらっしゃってました。 あのね、タクシーに乗ると どこかないですかって聞かれて、タクシーの方が響きを紹介していただいて、いらっしゃいましたね。皆さん、この、はい、ね、観光客の方多いと思いますので、そうですね、皆さんもぜひ響き、はい、あの5時から空いてますので、カラオケを歌いにいらしてください、はい、そして、はい、楽器とかね、そうですね、できる方は、うん、飛び込みもできるみたいなので、はい、よろしくお願いします、はい、うん、そしてこの熱くの知らない世界ではですね、この夜のディープな世界っていうのをやってて、はい、なんかおすすめありますか。おすすめですか。響きに行く前はここに行った方がいいよだとか、あと行った後はここに行ってみたらどうですかみたいなのってありますか。お店、お店、お店でもいいですし、あの穴場スポットでも。穴場スポットですね。どこによく行かれてますか。うん、私たちはあのお休みの日に、はい、結構お客さんのお店とか、あの伺わせていただいてるんですね。うん、結構居酒屋さんが多いのかな。あ、で昨日はまた多いですからね。そうですね、うん、居酒屋さん多いですね。あと飲み屋さんだったり、はい、なかなか、中村さん、はい、うちのですね、スポンサーさんですよ。そうですね、はい、美味しいんです、中村さん。ちなみに会長がいない時に中村さんが一人でやった時もあってですね。あ、そうなんですか。はい、わお、あ、彼は喋れると思います。適当でした。うん、はい、そうですね、中村さんももうモアイメンバーで、はい、そう仲良くしていただいてるんですよ。結構響きも紹介していただいてるんで、はい、はい、ありがたいです。天満はですね、このみんな地域の方の絆が強い、強いですね、はい、印象があるんですが、はい、皆さんね、聞いてみてください、うん、もう一度響きの場所をちょっと私あまり分かんないので説明してもらっていいですか。はい、どういったらいいのかな。伊佐交差点から普天間神宮向けに上がると、はい、普天間神宮手前にあのローソン、急なのローソンもあるんですけど、急な、はい、のローソンを越えて、そう、あの普天間のローソンがあるんですね、はい、そこを、右に曲がるって、で、あの突き当たりっていうか一方通行になる道が、はい、あるんで、そこが五砂路って言うんですよ。ああ、そうなんですね。そうそう、その区域があの混み合った道になってて、そこが五砂路って言うんですね、はい、そこの、みゆき化粧品さんを右に曲がっていただいて、100メートルくらいかなの左側です。左側に響きってあります、うん、1階なので、はい、はい、あのお年寄りでも若い方でもいっぱいいらっしゃっていただけるといいですね。はい、いいですね。ということで会長はね、もう帰りましたね。はい。ちょっと曲を流してからまた。ありがとうございます。あと56分までなので。52分ぐらいです。そうだね。何をされるか。あ、アーティストさんの紹介とかもしますか。あ、H さんは言って、大丈夫かな。なんか他に、なんか言わなきゃいけないことある、アーティスト。アーティストとかお店のなんかキャンペーン情報とか。あ、お店に来るお店さん。キャンペーンとかありますか。キャンペーンっていうのは特に、あ、じゃ あのステージを探してる皆さん、うん、ぜひ響きで OK です。ステージあと3分ぐらいなんで、一回途中で下げてから喋ります。
ですか？聞かないで。もう孫もいます。あ、そうだ。高橋さんと一緒ですか？ね、うん、一緒ぐらい。うちの次女が26歳。あ、そうなんだ。次女が、じゃあ長女は？長女は28、9になるね。じゃあ50、今年。51ぐらいです。はい、その辺で。そう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 。で長女は、長女が静岡に取られちゃったんですよ。嫁に。嫁に。じゃあ孫いくつですか？5歳。長女の子が5歳ですね。言えない。言えないですね。次女も、孫います。次女の子供もいます。一緒に住んでるんで。2歳半。ああ、もしくは。シングルですか？一緒に住んでます。一緒です、うちも。シングルなので、親と住んで。あ、そうなの？え、親もこっち？今います。あ、そうなの。うん、男の子、女の子。男の子です。あ、じゃあ行きますね。はい。これが56分になって終わりなので、番組は。はい。あと1分ぐらいです。はい、ということで、そろそろエンディングになってまいりましたが、はい、なんかステージを探している方がいたら、はい、無料で貸し出しではないんですけど、はい、ステージを利用したい方はいつでもいらしてください。うちのステージを使っていただければいいなと思いますので、はい、音響もバッチリということですので、はい、そうですね、はい、ということで、はい、今日のゲストさんは普天間にあります響さんライブハウスですねから、金城和美さん、ゲストにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。お願いします。ということで、この後はですね、サザンブリーズもありますので、皆様ぜひお聞きください。お相手は、FM ギノアピーこと、響きの金城です。はい、ありがとうございました。さようなら。ありがとうございます。もうお願い。皆さんありがとうございました。